はい、いつもありがとうございます。タカです。今回なんですけれども、ちょっと前にですね、中古でスピニングリールを激安で購入して失敗したっていう動画を投稿しました。見たことがないっていう人は、下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら見てください。で、このリールがこちらですね。11フリームスの格安版ってやつで、めちゃめちゃ安くて、4000円しなかったかな。もっと安い値段で買うことができました。ちょっと実験的な部分もあったんですけれども、別に普通にその店頭で巻いた時に、問題はなかったので、いいかなと思って一応買ってみました。ただ、異音がすごいんですよね。こう、巻いてたら、なんかシーシーみたいな音がしてて、ちょっとかなりストレスがすごくて、一時的な可能性もあったので、基本的に使うのは問題なかったので、そのまま使い続けたんですけれども、やっぱ異音がすごすぎると。異音っていうのがこんな感じです。この音ですね。あるかな。このカリカリカリっていう。ゴロゴロゴロって言うんですよね。これがちょっと怖いですよね、今後。見ていただいた通りこんな感じでストレスが半端ないんですよね。そこで前回コメントでラインローラーに問題があるんじゃないかと言われてて、ラインローラーってここなんですけども、このラインローラーをちょっと分解してみてメンテナンスしてみようと思います。いろいろその後調べたり聞いたりとかしたときに、やっぱラインローラーに不具合があると、ラインのよれとか、異音が出るっていう症状になるっていうのはまさにって感じですよね。果たしてこの異音が消えるのかどうなのか。もし消えなかったら自分でオーバーホールしてみるか、専門にお願いするかしてみようと思います。ただ、なんせ、リールを分解したことがほぼないので、過去にあるかな、中学校ぐらいの時に分解して戻らなくなったみたいなことはあるんですけど、めちゃめちゃ初心者です。なので気になるところがあればぜひコメントとかご指導いただけると嬉しいです。では早速やってみようと思います。僕も初めてなんで、初めての方にも分かりやすくやっていこうと思います。ではまずね、こちらのラインローラーのネジを開けていきます。はい、ではですね、こちら、ラインローラーこちらになりますね。このネジをまず外していこうと思います。機種によると思うんですけど、これ精密ドライバーだとちょっと小さすぎるなって感じでした。なので普通のドライバーでいってます。はい、でこれね、ここですね、この部分外れるのでポコッと外していきます。はい、うわー、これはやばそう。でこれ順番がわからなくなったらダメなので、ここに順番で何かバットみたいなものとか置いておくといいですね。あ、もうなんかゴミが出てきてる。こう置いて、こんだけか。結構シンプルですね。なんか結構僕他の人の動画とか見させていただいたんですけれども、そういう場合は結構もっとパーツがいっぱいありました。はい、ではね、こちら、本体部分の方が先にちょっと掃除していこうと思います。こちらですね、こちらがちょっとこの辺をちょっと綿棒でさーっとちょっと綺麗にしておきます。はい、もうすでにそれだけでこれですからね。こっち側もですね、綺麗にしておきます。なんかすごい汚れてますね。ある程度綺麗になったけど、はい、で本体こちらこんな感じですね。次こちら問題のベアリングですね。すいません、初心者なんで分からなかったですけど、これちゃんと分解できました。もうなんか一体化してましたね。マジかって感じです。もうなんか石化してます。なんでこれをちょっとバラしていきます。やばいですね。2個、すごいシンプルな感じですね。で、これまだあるのかな、なんか。どうやらこれだけみたいですね。ちょっと調べました。そしたら、11フリームスとか11カルディアかな、はこういう感じになってるみたいです。これでなんかチューニングすると、ベアリングが増えたりとかするみたいなんですけど、一応こんだけです。でも完全にこれもう見た目、パッと見てもらったらわかるかな。すごいことになってますね。サビサビというか、
じゃあこれはねちょっとパーツクリーナーで綺麗にしようと思います。はい、ちょっとこれ缶詰のを綺麗にしたやつなんですけど、これにちょっと、ここに入れて吹き付けていこうと思います。はい、今回使うのはこれですね、和光さんの BC9 ってやつです。でこれちょっとしばらく置こうと思います。はい、まあ、こんな感じですね。もう明らかに汚れがすごいことになってます。なんかもう別のものに生まれ変わったみたいな感じですね。もう一回やってみようかなと思います。はい、ではこちらですね、今クリーニングが完了しました。どうでしょう、まあ、最初のと比べたらもうなんか別人みたいになってますね。別人っておかしいな。なんかもうほぼピカピカになってます。正直ね、この交換した方がいいレベルでしたね。正直まあとりあえずこれでいってみようと思います。であとオイルを注入するんですけども、まあ、グリスかオイルかこう悩む人とも多いと思うんですけども、まあ、グリスっていうのはまあ防水性能というかを高めるって場合 で回転精度を上げたい場合はオイルとかがいいと思います。で、まあ、淡水であればまあオイルでいいかなっていうことなので、まあ、そちらオイルで今日はやっていこうと思います。オイルは一応これラスペネですね。皆さんどんなオイル使ってますか？僕これ結構気に入ってて今これメインで使ってます。はい、はい、ではこちらですね、オイル塗ったのでこれを、組み立てていこうと思います。まあ、組み立て簡単ですね。結構やっぱハイエンドとかになってくるともっとややこしくなるんだと思うんですけど、ここでなんかバラバラで分からなくなる人って結構初めての方多いと思います。僕もなんかもう訳分からなくなっちゃって、結構同じやったつもりなのにバラバラになってて、すごい細かいパーツがいっぱいあるので、もし分からなくなった場合はネット検索でこうリール名分解図とかで入力すると出てくるので、まあ、今回もねこれ11フリームス分解図でちょっと確認してからやってます。なので困ったらそちら見ていただければまあ安心かなと思います。はい、こんな感じですね。すごいですよね。最初のターン見てもらったらもう分かると思うんですけど全然違います。でこれを装着していこうと思います。まあネジも相当なんかちょっとあんまよろしくない感じなんで、前のオーナーさん相当使い込んでるんだなと思いますね。まあ年式で言っても10年前なので。はい、でこちらで完成しました。ラインローラーどうか回るかちょっと確認しておきます。ちょっと緩いかな、こんなもんか。ここでラインローラーが回らなかったら完全にその付け方が間違ってるってことなので、もう一度確認してもらった方がいいです。でここで強く締め込みすぎちゃっても型がついてわけわからなくなっちゃうことがあるので要注意ですね。はい、じゃあラインローラーこれで装着できました。うん、ちゃんと回ってますというか、なんかちょっとゆとりができた感じがしますねはい、こんな感じですね。はい、ではね、異音が消えたのか実際にちょっと現場に行って確認してみようと思います。はい、ではやってきました。そうですね、こちら、ラインローラーをちょっと改造とか綺麗にしてみました。まあ、ガリのシャリシャリという音がなくなるかどうかちょっとやってみようと思います。はい、じゃちょっと巻いてみますね。なるななりますね。なんかひどくなった気がする。気のせいかなダメだこれは。そマジかよ。普通になんか、あ、綺麗になりました、よし終わりっていうふうにしようと思ったんですけど、まさかの全然ダメっていう。まあ、こんなもんなのかな。回りやすくなったのかな。うん、ベアリング変えた方がいいかもしれんですね。まあ、ちょっとオーバーホール兼ねて自分でやってみるのと、ベアリングちょっと交換してみるっていうのちょっと手を取ってみようかなと思います。はい、できるだけ安く済ませようと思います。はい、では今回いかがだったでしょうか。まあこんな感じでね、ちょっとラインローラー今回綺麗にしたんですけども、まあ、相当汚れてましたよね。ということは 中も相当多分汚れてると思います。なんでこれちらも綺麗にして、でベアリングをちょっと改造して、ベアリングもそのなんか安く手に入るみたいなんでちょっとやってみようと思います。でこいつを復活させてしっかり使えるようにしようと思います。はい、では今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。
バイバイ。